次に国田圭司君。国田君。国土交通省は4月1日の入札から適用される2013年度公共工事設計労務単価を発表しました。全国全職種平均では単純平均値の前年度比プラス 15.1%、 鉄筋工でプラス 15.4%、 型枠工でプラス 15.6、 普通作業員で 16.7、 大工 16.1、 左官 16.6 など大体 15% から 16% の引き上げを行いました。設計労務単価の公表を開始した1997年度以降初めて2桁の大幅引き上げとなりました。そこで、国交省はこの設計労務単価の引き上げが建設労働者の賃金引き上げに反映されるよう建設業界4団体さらに官民の発注者宛てに要請書を出しています。大臣も4月18日建設業界団体に対して賃金の引き上げなどを要請したと報道されています。大臣が建設労働者の賃上げを要請した理由、そして建設業界の反応はどうだったのか、このことをまずお聞きします。太田大臣。ご指摘のように、現在の実勢価格をより適切に反映するということで、なかなか労務単価というものが実勢を反映していないと、発表するのも年に1回というようなこともあったり、タイムラグもあったりします。で、できるだけ実勢価格を反映するようにということで、労務単価を上げさせていただきました。それが本当に現場の職人さんをはじめとする方々に賃金の上昇になるということがなくてはならないと私は思いまして、それは数度にわたって要請をしたわけでありますけれども、4月18日の日に建設業界4団体に集まっていただきまして、そのことを要請をしたところでございます。特に近年の建設投資の急激な減少に伴って企業の経営環境が悪化する、あるいは賃金などの労働条件が悪化する、必然的に若い入職者が大幅に減少する、技能労働者の高齢化が進んでいるというようなことがありまして、この建設業界全体が弱くなってきているということもありましたものですから、これらが私たちがこの労務単価を上げるということが現場にしっかり現れるようにということで、また併せて社会保険への加入の徹底が行われるようにということを含めて現場に徹底するようにということを要請したわけでございます。社会保険への加入の徹底というその項目が大だというふうに思っておりまして、その辺はいわゆるアルバイトのような形で使うということのないように保険に加入するということも要請したところでございます。業界はですね、これの趣旨に賛同をいたしまして、業界挙げて取り組んでいくという強い決意を直接伺いました。またそれから4団体におきまして適切な賃金水準の確保に向けた決議を行うということで、日建連と全建は組織として4月末に決議が行われ、他の2団体についても近日中にそれは行うという、これは決議という形でですね行うということを伺っているところでございます。建設業界内で問題意識が共有されるということが私は一番大事だというふうに思っておりましたが、その点についての問題意識は共有されて取り組みが確実に前進をするということを期待し要請をしているところでございます。国田君。大事な点だと思うんですね。ただ私どもはその今社会保険の未加入問題というのはもともとそういう金が下に降りてないということが問題であってね、そこは意見を異にしますが、
やはり設計労務単価の引き上げについて言うならば、先ほど大臣もありましたけれども、まあ、これまでのやり方というのは、公共工事のコスト削減を事実上最優先して、97年からずっと下がってるんですよね。で、工事の品質や技能の継承に欠かせない技能労働者を養成する、育成するということについて、加味してこなかったという問題点があったと思うんです。で、したがってそれを今回見ていこうということは当然だと思うんですね。で、併せて、引き上げられた、大臣一番最初にやりましたように、本当に現場に引き上げられた労務単価が建設労働者の賃金の引き上げに正しく反映するよう、まあ、大臣が建設業界に要請した点は一定評価できると、率直に申し上げたいと思います。で、問題はそこからなんです。賃上げの要請したら、確かに決議上がったと、賛同してくれたと。じゃあ、うまくいくかと、ここなんですよね。それはお互いに、そのトンだけでうまくいくとは思ってないということだと思うんですね。で、どうやって、賃上げを実現させるか。で、賃上げの実現する確実な保障、担保されるかと、ここが問題ですよね。したがって、大臣はどうやって要請に応えてもらうつもりか。そして、建設労働者の賃金が引き上がったどうか実施状況、また、元請け業者や専門工事業者、下請け業者等が、建設労働者の賃上げを実施した履行確認はするのか、確認して実施していない場合どうするのか、などという、まあ、対策をですね、どういうような対策、仕組みを考えておられるのか、そこについてお聞きしたいと思います。太田大臣。要請をして、同意をした、決議もした。その流れが全体的にどう伝わるかということで、まだこれが契約をし実施するというところの段階というのは若干遅れるというふうに思いますが、この労務費調査とは別にしまして、現場技能労働者の賃金水準のきめ細かな実態調査のを実施したいと思っています。また各地方整備局に設計労務単価の引き上げに伴う相談窓口となる専用ダイヤルの設置をしたいというふうに思っております。そうした2つ調査をする相談窓口を作るということで、現場にそれが反映するようにということをしっかり監視をしていきたいというふうに思っているところです。国田君。先ほど調査っていう話ありましたけどね、私現場それから事務方にもお聞きしたけども、まあ、その意味で年1回やるという程度の話しかまだされておられませんでした。それから窓口ということなんですけどね、それはそれなんですね。問題はね、やっぱり今私が質問しているこのどうしたらどういう対策と仕組みという問題についてやっぱ答えてないと思うんですね。私は文書見ましたよ。技能労働者への適切な賃金水準の確保という点での要請書を、団体に出してますよね。官民、それから、地方自治体にも出してますよ。その中身は分かってるんです。問題は、その賃上げの要請をどうやって答えてもらうかと。で、それは、末端の技能労働者などに行くまでに重層的な下請け構造があるという問題の中で、直ちに答える保証はあるかと。例えば今始まったばかりだと言いますけれども、現実はさまざまな発注が行われているわけですから、その履行についてやはりすぐ後を要すべきだし、きちんと提示してやることなどなんかを含めてですね、やることは何もでもあるんですね。だから私は何度も言いますけれども、仕組み、これが大事じゃないかと。調査って今までやってるんです。窓口っていうのも、それは新たに窓口はそれは来るけど来てもらったらいいっていうんじゃなくて、やはり主導的にそれが実行されているかどうかってことをね、やっぱ確かめる必要がある。その意味ではやっぱ仕掛けと仕組みが必要だと思ってるんですが、いかがですか。太田大臣。年に1回というのは今までの労務単価ということでの調査ということでというお答えをきっと久田先生したんだと思います。私はその賃金水準の決めが実施調査をこの現場技能労働者について実施するということは、これとは別の話でこれからしたいということでございます。
国田君。だから私は、まあ、調査はね今までやってきたし、それで上がったことはなかったわけだから、やっぱり具体的には後追いという形で随時しょっちゅうするということも含めて必要だと。それはそうなんですよ。だから私言ってるように、直ちに答えてるかどうかということで言えば今すぐでもできるはずだと。またそういうことも含めてやらなあかんでということなんですね。で、問題は今私が仕掛け仕組みということを言ってるのは、つまりですね、末端の職人技術技能労働者への適正な賃金の取り組み目、その賃金が支払われるようなそういう元請け事業者などに法令で義務付ける仕組み、すなわち、まあ、公共工事調達適正化法など公契約法の制定や公契約条例の推進支援などが必要だと私は考えています。で、そこでそもそも設計労務単価の引き上げがなぜ労働者の賃金に正しく反映しないのか、その障壁となっている問題を解明し取り除く必要があると考えます。で、そこで私若干提案したいといくつか思っているわけです。一つは、その重層下請け構造であるがゆえの問題、まあ、分かりやすく言うと中抜きの状態化というのがあるんじゃないかと。で、例えば東日本大震災の被災地の廃棄物処理、瓦礫処理事業では瓦礫処理法案を作り、予算もつけ環境省が所管し、大手ゼネコンを中心に受注して処理に当たりました。当時現地の労働者は1日4000円から6000円の低賃金で働かされ、工務店も下請けの大企業の言い値でやらされ、放置すれば公共事業の品質にも影響が出かねないという状況にあったと。法案に基づく指針、廃棄物、災害廃棄物の処理に関わる契約の内容に関する指針ですよね、に実際に処理に当たる労働者の適正な賃金確保が盛り込まれました。まあ、このことによって少しはマシになった部分もあります。しかしそれでも最近は賃金不払いの相談が相次いでいると河北新報を報道しています。それによりますと、仙台市内の建設会社で約2ヶ月間瓦礫処理に従事し、会社の宿で寝泊まりしたと。日当から宿泊費や食費を引いた計十数万円が支給されるはずだったがもらえなかったと。会社は当初日当9000円から1万円と約束したが、その後1日3000円を借り渡しし、残りは2ヶ月後にまとめて支払うと変えたなどなど、いろんな事例が地元の新聞にも紹介されています。で、労働者の賃金が引き上げどころか減額未払いが後を絶たない、まあ、途中で消えてしまう、まあ、こういうこともあると報道されています。これが現実です。ですから中抜きという状態が横行しているのが実態であります。私はこうした中抜きの状態化を是正するには、まず発注の方法を変えないといけないんじゃないかと。直接工事を実施する事業者への発注を増やす、大手ゼネコン経由とか大手ゼネコン頼みではなくって、地域の建設業、法務店に直接発注する機会を増やすことが必要だと思いますけれども、そのための対策は取っているのか、大臣の所見を伺いしたいと思います。深沢技術審判。大臣だって政治局にお願いします。お答え申し上げます。国土交通省の直轄工事におきましては、橋梁の塗装工事あるいは植栽工事など、工事の内容とかあるいは現場の状況などを踏まえまして、これまでも可能なものにつきましては分離発注に努めてきたところでございます。一方、化学工事、鉄筋工事、コンクリート工事などについては一連の工事として発注した方が施工管理の観点等から合理的であると考えております。また公共工事の入札契約におきましては、当然のことながら品質を確保しつつ、一方では効率的な事業執行を通じた保守と縮減も要請されているところであります。したがってすべての専門工事を分離して発注するということは必ずしも合理的ではありませんが、今後とも工事の内容や現場の状況等も勘案しながら
適切に対応してまいりたいと考えております。久保田君、そう言って起こった事態が先ほどのような事態だってことを言ってんですよ。もともとそういうこの間のがれき処理の問題をめぐってね、指針まで作ったのはそういうことが起こっちゃならないからとやったんだけれども、事実は起こってるってことを指摘をして仕掛けをこうきちんとする必要があるんじゃないかということを言ってるわけですよ。だから僕はあの事務方の答弁いらないと最初から言ったというのはそういうことなんですよ。だから大臣がそういう事態を俺は少なくとも何回もお互いに現場行って出かけてるわけだから、事実はひどいことは知ってるわけですよ。お互いにがれき処理という一番国がやらなきゃならない問題で、でもそこで低価格それから労働者に支払われている賃金がひどいという実態がお互いに認識してるから私言ってるわけですやんか。そこでね、フランスなどではそういう重症下請け化が起きてないと言われてるわけですね。だからもともとね、あのフランスなんかで言うと日本のゼネコンの下で協力会社のようなそういうグループ形成はないわけですよね。で、発注者が元請けを返さずに一時下請けに下請け代金の直接払いが実施されているわけです。だからフランスだけはうまくいってないなんてことないんですよ。だから別にね、私はその全部やるなと言ってんじゃなくて、直接発注する機会を増やすことが必要だと思うけど、どうかって話をしてるわけですよね。だからね、とんでもないんですよ。ああいうことを言わせるとね。だから、私は、そういう意味で言いますとね、きちんとそのことをやる必要があると。で、そこで、建設業界の重層下請け構造っていうのは、現場の労働者の賃金引き上げにたどり着く前に、中抜きの仕組みが存在するっていう問題なんですね。まあ、周知のように、重層下請け構造、つまり、例えば第1次から第5次までって言われるところ、6次とか7次とかね、いろんなのありますよね。これは大臣もよくご存じの通りです。だから、それ、おのおのの利益を、その時数ごとに乗せれば、末端では賃金が上がらないことになるわけですね。だから、これを念頭において、労務単価の引き上げが、確実に労働者の賃金を引き上げにつながる仕組みとして、まず最初に、末端の職人、技能労働者の適正な賃金の額を取り決め、その取り決められた賃金額が支払われるよう、元請け事業者などに法令で義務付ける制度が必要になるわけである。同時に、直接賃金水準が確保されるならば、そのような中抜きを可能にしている重層下請け構造も形成が困難になるという両面があると私は思います。だからあれほど、法定福利費を強調されるんだったら、それと同様に必要な経費として、適切な賃金額を決め、支払わせる仕組みが必要ではないかと思うんですが、大臣、いかがですか。太田大臣。すみません。佐々木土地建設産業局長。まず局長の答弁を聞いてください。失礼します。まず私の方から答弁させていただきます。ご静粛にお願いします。はい、ただ今先生おっしゃいました通り、まず何よりもその技能労働者の方々に適切な水準の賃金が確実に支払われるためには、元下関係の適正化というのは重要だというふうに考えております。で、このため、従来から国土交通省におきましては、駆け込みホットラインという、通報窓口を設けたり、あるいは定時的に元下間の実態調査を行っておりまして、これに基づきまして、指導立ち入り検査等を各地方整備局において実施するということで、不正な取引に厳正に対応しているところでございます。で、そういったことを今回の労務単価についてはさらに強化しようということで、先ほど大臣が申し上げましたようなことをしようと思っているわけでございます。はい、なお、その今、先生がお話のありました、いわゆるその公契約法というものだと思いますけれども、元請けに対しまして、法的に一定額の賃金の支払いを義務付けることにつきましては、労働者に対する賃金の支払いにつきましては、労使間で自主的に決めていくということが我が国では原則でございますので、そういうことで対応すべきかと認識しているところでございます。福田君、そういう話の後半はまだしてないんですって。あのね、その法定福利費と同様に必要な経費として適切な賃金額を決めると、そういう仕組みがやってもいいじゃないかという話をしているだけなんですよ。あなたというと、また叱られちゃいますから、削除していただいて、おっしゃるように、ホットラインとかなんか言って、今までいろいろやってきて、それが何の機能もせずに、
この一番大事な復興に関わるがれき処理だってこういう事態が起こってるっていう話をしてるわけじゃないですか。そういうものの中にある混乱性を見てね、なんとかしなきゃならんという立場で物を言ってんですよ。でもう一つ言ってみましょう。ダンピング受注の問題です。国交省も労働者の賃金低下の原因にダンピング受注を上げ、その排除を求めています。先ほど指摘した要請書の文書によれば、近年のダンピング受注により下請け企業へのしわ寄せが技能労働者の賃金水準の低下や社会保険等への未加入といった処遇悪化を招き、これが若年労働者の確保に大きな支障となっている。この事態を改善するためにも、発注者から元請け企業、下請け企業を通じて技能労働者に至るまで持続可能性を確保できる資金が適切に支払われることが重要であると、こう述べているんですね。でこのためさらに工事の品質確保に必要な費用を適切に見込んだ価格による契約締結を徹底し、ダンピング受注を排除するとして、工事の施工に通常必要と認められる原価に満たない金額のでの契約を締結してはならないと建設業法についても指摘しているんですね。だからこの工事の品質確保に必要な費用を適切に見込んだ価格、工事の施工に通常必要と認められる原価に満たない価格、これに言うところですね、必要な費用、必要と認められる原価には労務単価を基準とした労働者の適正な賃金が入っていると思うんですが、どうですか。そもそもね、ダンピングの中心は賃金を含む人件費なんですよ。その賃金を適正に保障するならば、無茶な低価格での受注はありえない。つまり適正な賃金を保障することを義務付ければダンピングの受注は排除できるんではないんですか。そういう点からも大臣の意見をお聞きしたいと思います。深沢技術審議官。委員ご指摘のように、建設会社から技能労働者に適切な水準の賃金が支払うということにつきましては、これ、非常に重要なことだと思っております。そのために発注者、受注者、専門工事業者など、関係者が情報を共有して取り組むことが重要であります。このため、国土交通省の直轄工事で使用する公共工事設計労務単価については、片枠工、鉄筋工など51職種にわたり、また県単位で詳細に公表するとともに、当該単価を使用して厳密に積算していることにつきましても、積算基準として公表しております。また、設計労務単価の改定に際しましては、地方公共団体の発注者と建設業団体の受注者、双方に単価の具体的な数値を周知するところであります。さらに先ほどお話がありましたが、4月18日には大臣から、直接建設業団体に対し、適切な賃金支払い等について、業界を挙げて理解を挙げた理解と適切な対応を要請したところであります。今後とも、技能労働者へ適切な賃金の支払いが実行されるよう、さまざまな機会を通して働きかけてまいりたいと思います。国田君。もう全然この答弁というのはさ、聞いたことに答えてくれなくちゃ、だから僕、大臣って言ってるわけですやんか、それはあなた言っておられるのは、要請文書の中に書いてる話をしてるだけなんですよ、その中にあるダンピングの問題を指摘してるわけですよ、だから、欧米ではね、そういうダンピング受注ってのはないんですよ、でそれはね、やっぱりね、EU でもそうなんですけど、雇用保護、労働条件の遵守っていうのは、について調査するってことを加えてると。それからアメリカでもね、デイビス・ベーコン法という公契約法があってね、建設労働組合の要求する賃金を参考にしていると、こういうことがあるから、きちんと出てきていると、だから私は今言っているのは、賃金を保障する上でも、ダンピングっていう問題を賃金を保障することが、ダンピングを阻止する上でも極めて大事だと言っているわけなんですよ。で、次にね、私は国交大臣が先ほど述べた要請を建設業界にしてるわけですけど、とすればね、これを実質的なものにするために、国交省が音頭を取って、政労使の協議会を立ち上げ、元請け業者と下請けの工事専門事業者などの事業団体、
それと技術技能労働者を組織する労働組合が対等に交渉し、賃金引き上げ等に関する話し合いの場を設けるべきではないか。先ほど事務方からありましたように労使間双方で決めるということはあってるわけだから、そういう場を設定してやるというのはある意味じゃ必要なことじゃありませんか。大臣。太田大臣。これは労使で、が自主的に賃金は決定するということが原則だろうというふうに思います。ただしこれは賃金等の労働条件というのは労働基準法等の関係法令に反しない限りということが大事だというふうに思っていますが、まずは労働問題の当事者である労使が十分に議論することが私は重要なことだというふうに考えているところです。国田君。それは大臣ね、現場をお互いに見ているものとしてね、それはすまんのじゃないですか。例えば労働者というけれども、あなた方例えば厚労省なんかが言っているのは産業別にそれぞれ賃金を決めてくれたら、産業別労働組合がいてですね、それを対応する産業の企業関係があったらばできると、こう言ってるわけですやんか。つまり、今の建設業の実態は、単に労働者っていうふうな実態だけじゃなくて、一人親方がたくさん存在すると、そういうものを全体として包括してやろうと思えば、政治が介入をし、そういう方々の事業者も含めた代表だとか含めて話し合いを作る場をこう設定するというイニシアチブが必要だということを私は述べているわけですやんか、ね、そういう現実について知っていながら、まあ、その程度じゃ困りますわな。だから最後にじゃあもう一つだけ言っておきましょう。まあ、グローバル化に対応した仕組みの必要性についても少し言っておきたいと思うんです。で、私は今政府が進めようとしている TPP 参加、私どもこれ反対しています。で、これは建設業そのものに重大な影響をもたらすことが懸念されています。まあ、大臣は地域の建設業を守る立場からいろんな発言をしていますが、入札要件として地元への貢献度などが総合扶養化方式と実施されている事例がたくさんあります。で、ところが TPP ではこれらが非関税障壁として規制の対象となる、まあ、と懸念されています。つまり、入札参加資格として地域要件をつけて、地域の建設業を守ることができなくなる可能性がある。ですから、その点は大臣、それでいいと考えですか。太田大臣。TPP 交渉におきましては、政府機関の調達基準額の引き下げ、これが議論の対象となる。これは可能性があるということだと思います。現在は WTO 案件で19億4千万円という、これが下がるという、そうした可能性がこの議論の対象となる可能性があると。この場合にもし下げられるというようなことになった場合に、入札参加資格としてご指摘のように地域要件というのが付与するように今までなっているわけですが、これが付与することのできる工事が減少するということになりかねないと。そうしたことで私はですね、地域の建設企業の受注機会の減少につながらないようにと、地域の建設産業の健全な発展ということを念頭において対処していきたいとこう思っています。国田君。まあ、これはね、残念ながら安倍首相がお話になっているように、守るべきも守るというような話と大した変わらないんですよ。守れないんですよ。それでは下がる、そしてその要件は非関税障壁として、言われると可能性があるから私は言ってるんですよ。でね、そこで私言ってるのは、最後提案しておきたいのは、 TPP ではね、その貿易と投資の奨励のために労働規制を緩和することは不適切であるということで、現行の4カ国の協定で規定されています。つまり、公契約を制定することになればですね、労働者の賃金水準の確保を入札要件とすることは、非関税障壁として規制の対象にならないんですね。だから、地域産業を守る上でも、私は、工事、
公共工事調達適正化法など公契約法の制定を進めるべきだと、この面からもね、私は対抗するためにはね必要だと。もちろん我々はこの参加交渉反対ですよ。だけど現実にそういうことを守ろうと思えば、さまざまな要件を付与したらそれでやられるということじゃなくて、法律として設定をすればきちんと守ることができる。ILO の94条のそういう勧告にも、だから84勧告にもある、そういったことをしっかりやればできるということも含めて提起しておきたいと思っています。で、私は、まあ、時間が来ましたから、今のそういう深刻な実態というのをお互いに共有していると、その点はいいと思うんです。問題は、それを打開する肝心要の問題は、労働者の末端における賃金が上がるかどうか、これお互いにそれは責任持とうじゃありませんか。その、しかし我々は仕組みを必要だと。総務のしっかり見張る仕掛けがなければ、それはやっぱりいくら言ってもですね、窓口を作った、調査をしたというだけではダメなんで、法令化する必要がある。このことを改めて主張して質問を終わります。